今回は IC ライトを使って画像を生成する方法について解説します。この動画を最後まで見ていただければ、このように画像にライティング効果を付加した画像を生成する方法を理解することができます。ぜひ最後までご覧ください。この動画で紹介する内容は、OpenArt というサイトにある c o n f i UI の設定ファイルを参考にしております。この解説では Google コラボで c o n f i UI を動作させていきます。 なお、オープンアートと Google コラボへのリンク、および、c o n f UI や Google コラボに関する解説動画のリンクを概要欄に貼っておきます。そのため、もしもこれらのキーワードの意味がわからない場合は、そちらをご確認ください。まずは、Google コラボのサイトにアクセスします。Google コラボの画面を表示したら、ノートブックを新規作成、と書かれているボタンをクリックします。もしも、 このようなポップアップ画面が表示されない場合はメニューの中からファイルを選択してノートブックを新規作成を選択しますノートブックを新規作成したら名前を変更しておきましょうこの解説ではこのような名前にしておきました次にランタイムのタイプを変更しますメニューの中からランタイムを選択してランタイムのタイプを変更を選択しますそうすると ランタイムのタイプの設定画面が表示されます。ランタイムのタイプは Python 3にしておきます。ハードウェアアクセラレーターは T4 GPU を選択します。T4 GPU は無料版の Google コラボでも選択できます。しかし、無料版の場合はリソースの割り当てが保証されていないため、処理の途中で強制的にコードを終了させられることがあります。そのため、 この動画では有料版の Google コラボで解説を進めます。ランタイムのタイプをこのように変更したら、保存ボタンをクリックします。これで Google コラボでコードを実行するための準備が整いました。それでは早速実行していきましょう。概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したら、インストールコマンドと書かれているタイトルの下にあるテキストをコピーします。 テキストをコピーしたら Google コラボの画面に戻ります。テキストボックスに先ほどコピーしたテキストを貼り付けます。そして再生ボタンを押します。これで貼り付けたテキストの内容が実行されます。再生ボタンを押してから5分ぐらい経つとこのような警告メッセージが表示されることがあります。この警告メッセージが表示された場合はキャンセルボタンを押して処理を再開します。 処理を再開してから、しばらく待っているとこのようなリンクが表示されます。このリンクをクリックします。そうすると、Conf UI の画面が表示されます。この画面が表示されたら次に、設定ファイルを読み込みます。この解説では、あらかじめ Conf UI の設定ファイルを用意していますので、そちらをご利用ください。概要欄に貼ってあるページを表示します。このページを表示したら、利用ファイル。 と書かれているタイトルの下にある ZIP ファイルをクリックします。そうすると、ZIP ファイルがダウンロードされるので解凍します。ダウンロードしたファイルを解凍したら、このようなファイルが表示されると思います。この中にある、workflow.json と書かれているファイルを c o n f u i、UI、の画面にドラッグドロップします。ファイルは何も表示されていない場所にドラッグドロップするようにしてください。これで、 workflow.json の設定ファイルが読み込まれます。設定ファイルが読み込まれたらまず、人物の画像をアップロードします。具体的には、ロードイメージウィズメタデータと書かれているタイトルの中にあるアップロードボタンをクリックします。ダイアログボックスが表示されるので、画像ファイルを指定します。今回は、このような画像を選択しておきました。次に、 ライティングに利用するための画像をアップロードします。具体的には、ロードイメージというタイトルの中にあるアップロードボタンをクリックします。ダイアログボックスが表示されるので、画像ファイルを指定します。今回は、このような画像をアップロードしておきました。これで、画像を生成するための準備が整いました。それでは早速、画像を生成していきましょう。Q プロンプト。 と書かれているボタンをクリックします。そうすると画像の生成処理が開始されます。画像の生成には数分程度かかります。しばらく待っているとこのような画像が生成されました。生成された画像をパソコンに保存するには画像の部分を右クリックします。そして表示されたメニューの中からセーブイメージを選択します。これで生成された画像がパソコンにダウンロードされます。 今回の解説は以上です。それではまた別の動画で。